今日私はマルコ3章13節から19節の御言葉を通して最後まで主のそばに残るものという題名で御言葉を語りたいと思います。多くの人は私たちが生きているこの時代を世の終わりだと言います。この世の終わりの特徴は何かというとですね聖書では廃墟をすること、裏切ることですね、背くこと。 教会を離れ、言葉を離れていく、そういうものたちが多くあると聖書では語っています。例えば、マタイによる福音書24章、を、週末の章とも言いますけれども、マタイ24章、5節を見ると、多くの人を惑わすと語っておられます。また、10節には、多くの人が裏切り、また、 多くの人を惑わしと中節中説、えー、反復的にですねこのようなことが起こることを語っておられますまた中三節を見るとしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますと語っています最後まで耐え忍ぶ者は救いを受けるわけです第二テサロニケ二章三節を見ても世の終わりの時主が来る直前にまずは 廃墟が起こると語っていますこの廃墟というのは見言葉を捨てて出ていくことを意味します。一人二人ではなく全世界的にこのような働きが起こると語っておられますね。またヨハネの目視録12章4節を見ても、竜が、サタンが、その尻尾を取って星の 3分の1を引き寄せて地上に投げると語っています。では、その宇宙に見えるですね星々が3分の1がこの地球に落ちるという意味でしょうか皆さん、星1つがですね地球よりももっと大きなものなんですね。そういう意味ではないわけです。ヨハネの目示録1章20節を見ると、この星について語っています。この7つの星。 7つの星と7つの宿台その秘められた意味は7つの教会とその見つかりたちであると語っています牧師たちを意味するわけですですですから星というのは牧師を意味していますですからこの天の星の3分の1が地上に落ちるということはどういうことかというと世の終わりにはサタンの攻撃がどれほど厳しいものなのか有名な牧師たちや そういう働く人たちが堕落することを意味しているわけです。今日私は誰が最後まで残ることができるのかを見てみたいと思います。今日の本文を見ると、イエス様が弟子たちに弟子たちを選ばれる目的について語っておられます。その弟子たちを選ばれた目的について、主と共におらせるためであると語っていますね。 マルコ3章14節を見るとそこでイエスは十二弟子を任命されたそれは彼らの身近に置きまた彼らを使わして福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を与えさせるためであったとまず1つ目の目的は何かというと彼らを身近に置くことでしたそれが一番重要な目的ですですからもしも私たちが主のために何もできないとしましょう そうだと考えてみてください。そうしてもですね、それでもすることができることがあります。それは何かというと、主と共にいることなんですね。何もできなくても、主のそばにいれば、弟子として選ばれたその目的を成しているということになります。それがなぜ重要なのかというと、先ほども言いましたけれども、私たち、 ヨガ終わるに近づけば近づくほど最後まで残る人が少ないからであると言えます私たちは最後までそばにいなければいけません最後まで信仰を守り続け最後まで主の弟子として主と共に歩まなければいけませんそういう皆さんとなることを主の源って祝福しますこの新約に記録されている弟子たち 旧約では女と似ていると言えますどういうことかというと女を創造されたときなぜ創造されたかというとアダムの助け手として創造されたと記録されています助けてふさわしい助けてこれはエゼルネゲドと言いますエゼルというのは助けるまた援助するまたネゲドというのは前にいるという意味ですですから このヘブル言語から見てみるといつも前にいて助ける準備をしている人を意味していますエペソ5章を見るとそのアダムとエヴァの関係についてキリストと教会の関係として語っておられますですからこの女が助けてと言ったからといって女性だけがそうなわけではなく教会をキリストの神父として 建てられましたですから教会を建てられた目的も主の助け手としていつも主のそばにいて主を助けるために準備された信徒とならなければならないことを意味しているわけです。それが弟子を選ばれた目的と同じです。弟子も同じように主と共におられるためにおらせるために選ばれたわけです。エヴァも同じです。エヴァも助け手としても作られました。しかしいつ堕落したのかというと。 アダムと離れている時に堕落しましまたねアダムの近くではなく1人でいた時に蛇が来てその蛇を蛇の誘惑を受けて堕落したわけです。それはどういうことかというと私たちも同じように主のそばを離れた瞬間蛇が来るということをサタンが私たちを襲うということを意味しているわけです。それがサタンの戦略です。私たちを主のそばから離れさせて サタンの言葉を聞かせて堕落させることそれがサタンの計画なわけですですから私たちもその最後の時にえ備えるためにこのサタンの働きについてしっかりと、えー、悟らなければいけません今日私はそれについて見てみたいと思いますまず1つ目にサタンの最初の戦略は苦難です、ね、厳しい 苦難や苦痛を通して信徒を信仰から離れさせるわけです。ですから、世の終わりの大患難の目的も同じです。また24章、21節から22節を見ると、その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。 しかし、選ばれた者のためにその日数は少なくされますと語っています。大きな苦難が来ると、その苦難が選ばれた人々も襲うと語っています。救われる者がいないほどの大きな苦難であると語っています。そういう苦難が世の終わりに来ると語っていますね。では、私たちは、え、ー このようなぜサタンにこのような苦難をもたらせるように許されるのかとこの苦難というものはテストです私たちが学校に行けばテストを受けますよね同じですしかし聖書では神様は必ず信徒に向かってこう語られましたよね耐えられるような試練だけを与えると語られました 1> 第1コリント10章13節を見るとあなた方のあった試練はみな人の知らないものではありませんと。と神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますとと語っていますね。耐えることのできる試練だけを与えまた脱出することの道も備えてくださると。 その道をも与えてくださるのが神様です。ですから私たちはこの信仰、この御言葉を信じて信仰によってこの試練をどんな苦難も打ち勝たなければいけません。この苦難苦痛が来る前に何をくださるかというと、えー、印を刻む働きがあると語っています。目白7章2節から4節を見ると えー、火の出る方から天使が出てくるんですけれども、3節を見ると、私たちが神の下辺の額に陰を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはならないと。陰を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族か、部族の者が陰を受け、押されていて14万4千人であったと語っていますね。この印、刻印を押すまで、え決して、 害を与えてはならないと語っています。世の最後の争い、最後の苦難が現れないように待っていなさいと語っています。ですから、道を与えてくださるわけですね。避ける道を、脱出する道を与えてくださいます。それが何かというと、その額に刻印を押してくださるということです。目示録7章14節を見ると、そ,れをそこで私は主よあなたこそご存知ですと言った。すると私は 彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのであると。中4節に書いてますよね。刻印を受けた者たちについて、大きな観難から抜け出てきた者たちだと語っています。刻印を受けた人は、印を受けた人は、苦難に打ち勝つ人であると語っています。黙示録九章4節にも記録されていますね。黙示録九章4節を見ても、 地の草やすべての青草やすべての木には害を加えるようにしなさいと私たちもこの私たちの額に印,印を受けなければいけませんこの額というのは私たちの知識や思想を意味しています私たちの思想に考えにすべての形がですね見言葉によって武装された 国印を受けたものとならなければいけないということです。そうすれば、どんな困難にも打ち勝つことができる力が与えられることを意味しているわけです。御言葉によって国印を受けなければいけません。ですから、私たちの考えが御言葉による思想を持たなければいけません。 御言葉と一つとつなならけければいけません私の考えや思想や哲学すべてが神様の御言葉と共にあるものとならなければいけません。神様はこのようにサタンの攻撃、大観覧を与えられますけれども脱出する道を備えてくださりまた刻印を与えてくださって勝利することができるように道を備えてくださるわけです。大観覧も神様のものであります。神様によるものであります。 しかし、御言葉ばを信じる者には私たちにとってそれが訓練となりそれがまた祝福と変わります。純金のように光り輝く信仰として完成するわけです。しかし、選ばれない人々にはそれが裁きになります。その苦難と裁きを通して信仰を失い審判を受けるわけです。ですから、真の信仰というものはですね、平安な時、 全てがうまくいく時に信仰の,その本,本来の姿は出るわけではありません苦しい時困難がある時に苦難がある時に誠の信仰が現れるわけですそういう時で私たち信仰を守っているのか守っていないのか自分をどうするべきなのかをしっかりと見なければいけないんですねイエス様の働きを見ても弟子たちにいろいろな試練やテストがありました その試練のうち、テストのうち一つは何かというと、ヨハネ6章になります。ヨハネ6章を見ると、私の肉と私の血を食べなければ、私と関係のない、関わりのないものだと語られました。私の肉、私の血を飲みなさい、食べなさいと。ですから、みんな困るわけですよね。私たちは人間を食べたこともないと。イエス様の弟子たちの中でも、ヨハネ6章60節を見ると、この見言葉がとても難しい。 ひどい言葉だと。そんなことを誰が聞いておられようかと言いながら、弟子たちの多くの者がそれをイエス様を離れていたと語っていますよね。イエス様を離れていきました。しかし、その時にペテロが告白しましたよね。イエス様が弟子たちにも語りました。あなた,もあなた方も出ていくのかと言ったら、ペテロが語りましたよね。ヨハネ6書68節に、え、ー 私がどこに行きましょうかと。永遠の命の言葉を持っておられる方がここにおられますと語りましたよね。このペテロの信仰告白が弟子たちの信仰もまた強めたわけです。激励して励ましたわけです。永遠の命の御言葉がここにおられるのはどこに行くでしょうかと。その御言葉を聞いて弟子たちもまた思い返したわけですよね。 信仰を励ままされれてての弟子たたちは離れていきませんでした私たちも同じようにですねサタンが苦しみを与え苦難を与えて観乱を与えて私たちの信仰を揺れ動かす時にえ一人だけでもですね一人の家族だけでもペテロのような信仰を告白するならばえ恵みを受けてまたその信仰をえしっかりとしてえ勝利していくことができるということを皆さん信じてください。 大きな2番目にサタンの2番目の戦略は誘惑です苦難も使いますけれども誘惑も使います無知だけではなく人参も与えるわけですヨハネの黙示録2章14節を見ると「バラームの教え」という表現が出てきますしかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。 あなたのうちにバラムの教えを報じていいる人々がいるバラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き偶像の神に捧げたものを食べさせまた不貧困を行わせたとこのバラムの教えというものはバラムは旧約に出てくる預言者でしたしかしイスラエルの人々がアラノを通してカナの父に行く直前にですね モアブの王がイスラエルの人々が来るということを聞いて恐れたわけです。イスラエルの人々は争っても勝利するわけですよね。神様がいたために。しかし、もう少ししたらモアブと争わなければいけません。ですから、バラムという預言者を買ってですね、イスラエルの人々を呪ってくれと語るわけです。しかし、バラムは神様が許されないと言ったんですけれども、ずっと誘惑するわけですよね。お金を払うから、 どうにかしてくれとバラムが神様の前ではイスラエルを呪わずに祝福する祈りをしましたしかしその後ろでですねモアブの王に向かってバラムがある教訓を与えたわけです一つ教えてあげるとイスラエルの人々に勝つものを与えてあげると誘惑しなさいというんですねモアブの一番美しい女たちを集めて パーティーをすると言って、偶像をに捧げた食事を与えさせて、また淫らな行いをさせて、罪を犯せば神様が彼らを打つだろうと。自分たちで倒れると語ったわけです。それが聖書で語るバラムの教えです。偶像に捧げたもの、また不貧困を行わせること。 このようなことをさせてつまずかせたわけですね。ですからサタンのこの戦略は何かというとそういう甘い誘惑です。苦難,で苦難を与えて苦し,苦しませるだけではなく私たちが好きなもの、好むものを持って誘惑するわけです。第二手もて4章3節から4節を見てもこう語っています。というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず。 自分に都合のよいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め真理から耳を背け空想話にそれにそれていくような時代になると語っていますえ真理の見言葉を求めないとああ何全て知ってる全部聞いたことがあると自分の耳をですね良くしてくださるようなそういう甘い言葉を求めると語っています ですから、サタンはそういう自分たちが好きなようなそういう甘いものを持って誘惑するわけです。では、どのような人がこのような誘惑に陥るでしょうかまず1つ目は、心の中に不満がある人です。心の中に不満がある人。不満が少しでもあれば、それは えー、隙間なんですね、隙間。サタンが入る隙間です。ですから、エペソ4章27節を見ると、悪魔に機会を与えないようにしなさいと語っています。ね、小さな穴があれば、そこから入ってくると。不満なんですね、不満。教会に対する不満、神に対する不満、自分の人生に対する不満、自分たちに不満があれば、そこにサタンが入ってくるわけです。 エヴァもなぜサタンの,この誘惑ヘビの誘惑に陥りましたかえエヴァがアダムといた時はヘビが接近しませんでしたよねしかしアダムと離れていたらどうなりましたかサタンのその攻撃を受けたわけですよねアダムとエヴァまたエヴァと神様との間に隙間があった時に攻撃を受けたわけですイスラエルの人々も同じです エジプトであら出てきてからカナンの地に行くまでその荒野の中で多くの不平不満を言いましたもちろん私たち自身不平不満を言いますけれども民数記11章一節を見るとこう語っています民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた主はこれを聞いて怒りを燃やし主の火が彼らに向かって燃え上がり宿泳の橋を舐め尽くしたと語っています 宿営の端、端っこ。ですから、イスラエルの人々が200万人ほど出てきたわけですから、200万人が宿営しながらですね、列を作っていくわけです。しかし、一番後ろにいる、本当に端っこにいる人たち、そういう人たちが不平、不満を置いていた人たちでした。その人たちに神様はその炎を燃やさ,させたわけですね。最後の方にいる人たち。 遅れている人たちですから教会でもですね遅れてはいけません一緒に行かなければいけませんずっと端っこにいてそうやっていているとですね,ですねこのようになりますアダムエヴァもエデンのその中にいましたけれどもアダムとは離れていたわけです遅れていたわけですよね 民族11章4節を見るとまた彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望にかられその上イスラエル人もまた大声で泣いていたとああ肉が食べたいとここを見ると彼らのうちに混じってきていたものがいたと語っていますこれはエジプトから出てくるときに100%イスラエルの人々だけが出てきたわけではありませんエジプトの、えー いた奴隷の中でも多くの人たたちがいたわけですよねですからこの混じっていたものというのは誰かというと一緒に出てきたことにはなりますけれども信仰が100%そこに入ってきていない者たちを意味していますついてきたものですねこの不平不満はですね端っこに人たちが少しずつ少しずつしゃべるわけですけれどもイスラエルの人々全員に 大声で泣いいてて語語っったと語っていますよねイスラエル人もまた大声で泣いてと。ですからこの不平不満はですね、すぐ、えー、伝わるんです。1人2人が不平不満を言うと、全体がみんな、ね、感染するわけです。恐ろしいですよね本当に私たちは信仰をしっかりと守るものとなって、ペテロのようにですね、永遠の命がここにあるんだと。 なぜ不平不満を言うのかと。そういう信仰を持って私たちはしっかりと多くの人を導かなければいけません。不平不満をええと閉ざさなければいけないわけです。しかし感謝を忘れて、サタンの言葉を少しずつ聞いているとですねあ、そうだと。なぜ神様をこうやって私たちに苦しみを与えるのかと。なぜマナだけ与えるのか。なぜ肉を食わせてくれないのかと。不平不満を言うわけです。欲が。 はびこるわけですよねエデンのそのでもえすべての木を与えられました。しかし一つ善悪を知る木の実だけは食べてはいけないと語られましたよね。しかしヘビはその一つをえ持って攻撃したわけです。なぜそれを食べてはならないと言ったのかと。他のものはすべて与えられたのにかかわらずですね。ですから9つの感謝の条件があっても1つのために笛を言います。それが人の人間の。 そういうい問題なわけですねべては神様から与えられたものです。100の中で99はすべて与えられてもえ私たちに与えられているわけですけどなぜ一つあれは暮らされないのかと不平を持って不満を持っていると結局サタンがそこに入ってくるわけです。ですから私たちはですね いつも感謝を持って歩むことを願います。いつも感謝によって目を覚まして歩む者となることを忍びをもって祝福いたします。この際、4章2節を見ると目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいと語っています。祈りも感謝がなければそれは眠っている祈りです。感謝がある祈りが目を覚ましている祈りです。皆さん感謝が不平不満を打ち砕き 主のそばに残,って残らせる秘訣だということを信じて毎日私たちはいつも感謝の条件だけを探して歩む皆さんとなることを願います皆さん感謝だけを探してくださいそれを見て私たちは永遠に信仰を保つことができますまた2番目を見ると目に見えるものを掴むものが誘惑に陥ります自分の目に見えるものだけを掴むもの どういうことかというと人の考えや目に見えるものそれだけを信じてそれだけを頼るとサタンの誘惑に陥るわけです善悪を知る木の実も目に見たわけですよね世の終わりも同じです獣が力を得てヨハネの目視録13章13から14節を見ると大きな、えー 奇跡を起こすと、火を天から地に降り落としまた病気も癒し人を生き返させ地上に住む人々を誘惑すると語っています。それが最後の時の特徴です。神様はこのようなことをまず少しだけ少しの間だけ許されるわけです。こういう時にこういう奇跡を 信じるような信仰があれば全て惑わされてしまいます。目に見えるものを、ね、より頼むと全て獣に奪われてしまうわけです。皆さんもよく知っておられるように、エマオに下っていた2人の弟子がいましたよね。彼らもイエス様の弟子でした。ルカ24二21節を見ると、えー、イエス・キリストに出会うことになりましたけれども、 悟れませんでしたよね何について語るのかとイエス様は語られたわけです。そうすると、あなたは知らないのですかと。ナザレのイエスが力もあり、行いにも言葉にも力のある預言者になったのに十字架で死なれたんだと。21節を見ると、私たちはこの方こそイスラエルをあが,ねあがなってくださるはずだと望みをかけていたと。 本当にメシアだと思っていたんだと。どういうことかというと、メシアだと思ったけれども、今死なれたからメシアじゃないんだということを考えたわけですね。この人たちは弟子としてイエス様についていた人でしたけれども、十字架で死んだのを見て、ああ違ったと言って故郷に戻ったわけです。自分の考え、目に見えるもの、 死んだから違うんだと。間違いだったと。アダムもエデンの園で、アダムが御言葉を直接受けたわけですよね。神様から。そして、エヴァに語りました。しかし、ヘビはヘバをエヴァを誘惑しましたよね。信仰がアダムよりも弱いから、御言葉を直接受け入れなかったから。ですから、エヴァを誘惑して、 その結果、アダムを身を食べたわけです。もしアダムの信仰が強ければ食べる必要もなかったわけです。でもなぜ食べたんですかそこにはアダムが覆すことのできない証拠があったわけです。それが何かというと、エヴァが食べたにもかかわらず死ななかったということです。ヘビが合ってるでしょうと。私は死にませんでしたと。神様は食べれば死ぬと言ったけれども、私は今死んでいないよと。アダムがそれを見て、そうなのかと。 蛇のの言葉が合っているのかと、その目に見えることだけを見て判断したために神様の御言葉を信じることはできませんでした。そのため私たちはですね、いつも御言葉にしっかりと集中して御言葉をつかんであいまなければ最後の時目に見える証拠として与えられるそういう誘惑に陥ることになるということを。 聖書は記しているわけですアダムやエマオに向かっていた弟子たちも目に見えるものだけを信じた理由は御言葉をしっかりと悟ることはできなかったからです。エマオに出ていた弟子たちはイエス様がローマから解放してくれるメシアと考えていたわけです。イエス様が生きているならばローマと一緒に戦うことはできると解放できると。なぜ死なれたのかと。 そうやって錯覚するわけですよね。しかし、イエス様は旧約に予言された通り、正確な日にちに、正確な時間に沿って、あらかじめ備えられた通りに死なれたわけです。しかし、彼らは悟ることはできませんでした。しかし、24章、ルカによる福音書24章、25節から27節を見ると、ああ、愚かな人たち。 預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから神の栄光に入るはずではなかったのですかとそれからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いている事柄を彼らに解き明かされたと語っています。その時に彼らの心がまた変えられて熱くなって、悔い改めてまた戻っていたわけですよね。私たちも この御言葉を簡単に、適当に聞いていると、このような笑顔に向かっていく弟子たちのようになるかもしれません。しかし、この聖書の御言葉をしっかりと正確にたるならば、決して揺らぐことはありません。最後まで勝利することができることを語っておられます。愛する皆さん、これからは目に見えるものではなく、永遠なる神様の御言葉だけを信じる皆さんとなることを、主御名をもって祝福いたします。 コリント第2の手紙4章中8節に私たちは見えるものにでなく見えないものにこそ目を止めます見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからですと語っていますまた第2コリント5章7節を見ると私たちは見るところによってではなく信仰によって歩まなければいけないと語っておられますまた聖書では知識がないから滅びると セ4章6節にも記録されています。また第1コリント2章8節では、この知恵はこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたなら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょうと語っていますねイエス。イスラエルの人々はイエス様がメシアだということを信じていたならば十字架にかけることはなかったわけです。信じることができないから殺したんですね。ですから、 御言葉が私たちの心の中にしっかりと根を下ろさなければいけません。そうしなければ最後の勘難も打ち勝つことはできません。誘惑に打ち勝つことはできないわけです。愛する皆さん、み言葉を正確に悟って、また目を覚まして祈る皆さんとなって、いつも主のそばに最後まで残っていく皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。祈ります。 愛する父なる神様感謝いたします今日も恵みの中で私たちをこの聖殿に通わせしてくださり神様の前に出て礼拝を捧げまたくださった御言葉を通して恵みをくださり感謝いたします世の終わりに多くの人々が神様を背き廃墟することが起こると語っておられますその時に備えて私たち信徒一人,一人は いつも御言葉によって武装し御言葉によって印を受けるものとなることができますように家庭ごとに御言葉が充満しますようにまた子どもたちにもこの御言葉によって信仰の伝授が起こりいつまでも神様の前に歩むことができるよう導いてください世の中の誘惑やまた目に見えるものを掴むよりもただ神様の御言葉だけをしっかりと掴むことができるよう導いてください またどんな観難が来ても信仰と忍耐によって勝利するものとなることはできるよう祝福してください。祈った通りになることを信じてイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン